よー久しぶりだね。ゴーゴー大二郎です。君たちに今日は車の屋根の切り方を伝授します。これ204ソアラって前昔言えばハイソカーだぞこれ。おー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 ほら開放的でいいね。ではね、このね、屋根を切る巨匠、スターダストファクトリーの押田君です、ね、こんにちは。彼はもう屋根切りのプロですね。何でもオープンカーにする達人ってこと、押田君は。屋根切りって言ったってさ、切るのは簡単だけど、これを車検まで持っていくのが大変だよ。こういうスポーツカーの場合っていうのは、やっぱりその切るにしても何にしても仕上げのかっこいいことをちゃんとこうデザインしながら切らないといけないよね。切る前に、まあ、ボディが歪まないように、うん、先にオープンカーに照らし合わせた補強をして、それで屋根を切って、あと細かいこういう雨どいとか、うん、あのホロの形状をどうしようとか、そういうとこを気にして、まあワンオフというか、うん、作っていくしかないですよね。基本で切る前にまず補強からしとかないと、そのまま切ったらぐにゃぐにゃになっちゃいます。ぐにゃぐにゃになっちゃう、ね、はい、あれはピックアップだよね。そうですね。これで水上オートバイ引っ張ったらかっこいいかなと思って。かっこいい。ピックアップの場合は屋根は向こうに屋根は残ってるから、こっちの方がまた簡単なの。簡単ですよね。一番難しいとこって、あの切り口の端部の処理が一番、うんね、あの目につくとこなんで、その辺は気をつけたりします、ね、これはあの軽トラのダイハツの軽トラのリアパネルみたいな、はい、ああ、が寸法が足りないんで足してます、うん。でこのウィンドウなんかはそのまま。そうですね。 あとフロアの足りない部分っていうのは製作をしてますけど。ああ、それで作って、はい、まあ、綺麗にやっぱ作ってあるね、さすが。うん、ね、一応本業なんで。まずね、本業なんだね。これはこの仕上げが問題だもんな。ただ切ってオープンするんではなくて、失敗したらもう元も子もないからね、やっぱり、まあ、鉄板なんでどうにか溶接では、なんか材料はあるの？いや、もう第三に切っていただきたい車を今日用意してありますので。あんの？はい。どうしても、もうチャッチー車からは、そんなのは。これ切るの？いやいや、もう第三のために取っときよう。これ、リーマルソアラって前、昔言えばハイソカーだぞ、これ。これもう補強はしてあるんだな、もう、ね。はい、してあります。まあ、切った瞬間にガタガタガタってなんないよね。いや、これちゃんと、まあ、切るところ線引っ張ったんじゃん。はい。ね、これじゃないだろう、こうだろう、オープン化するんだからな。加工して最終的にこのラインかこのラインぐらいに収めるんで、うん、あのここで切られると困るんで、ここで切ってください。ここで、はい、失敗したって直せると言ってたじゃないかよね。失敗したらもう元も子もないからね、やっぱり、まあ、鉄板なんでどうにか溶接では、あ、うん、いや許してください。これここもあるね。はい。お、ルーフこれだ、これ。はい。これ切る順番ってあんのかよ。本当ありますけど、第三好きなとこから。これ好きなとこ？あの第三的にはこの A ピラーの付け根はやめてください。あ、ここ切れてないもんね。ここは勘弁してください。大ちゃん、ちなみに今まで屋根って切ったことあるんですか、大ちゃん？お前ね、俺は改造の神様だから、俺だって。大学生の頃に、はい、本当に S6 のクーペ。それを俺ジムカーな仕様にやるために屋根を切っちゃったんだよ、うん、切っちゃってオープンにしたい、軽くするためにね。だから経験はあるんだよ。その時 A ピラー切りませんでした？その頃 A ピラーの切った。大さん、すみません、時代が違うんで。時代が違う。まあ、やっぱりこれはやっぱりソアラは切りがいがあるね。もう第三に切っていただくように、あのリボンもつけてますから。これで上転して持って帰ってもいいって。あ、ただもうただのお前、ただの鉄の子じゃん。いや、まあ、セーバーソーの厚い。これで切れるの？はい。今日、まあ、ちゃんと俺溶接用の手袋持ってきたんだよ。え、これ大ちゃん巻いて袋なんですか？もう溶接用のだからヘルメット持ってきたんだ。ヘルメット、これ大ちゃんマイヘルメットなんですか？これヘルメットをちゃんと持ってきてんだよ。つなぎもこれマイつなぎですか？自分のこれ園芸用。どうだよ、そっちこれ。よっしゃ、行くぞ。もうサクサクって言うからね、俺ね、俺切るの得意なんだから、ね、いいか。
見てろよ、押しだ見てろ、ほらちゃんと、はい、その辺でお願いします。いますね。あったよ。あっという間だろ。どうですか、あの55年前にあの S6 来た時と比べてどうですか。もう覚えたね。これやっぱりもうこうがどうですか。これはなかなかね、ちょっと切り抜く、これは切り抜くぞと、こうは当てていくかね。とりあえずこれまっすぐ入れちゃっていただいて構わないです。まっすぐ入れてからね、はい、こっちも下ろす。これ押しだ、うまくいったからさ、ここ行ってトッピングしてください。これがメインだろ、ここは。ここ行ったらもうお前仕事量が減るぞ。俺が これ本ちゃん仕上げ第三用です、うん、なんかさ、俺今日バイトがあるってから来たのにさ、こんなもんで俺仕事の金もらえねえじゃないかな。めっちゃプレッシャーで出てますけど。来た。これ練習だから、これどうでもいいんだ、これ。難しいんだ、これ。これ、やっぱり切るには。いろんな一枚じゃねえからな。内側もあるからな。これ向こう切ってくるわ。あ、大さん、ここを、くっつけちゃった方が楽です。これをこういう感じで、あのくっつけて、もうくっつけ、くっつけちゃう。くっつけて切った方が。お前、ノウハウをちょっとやっと教えてください。大ちゃんも聞かないからな。これを歌います。土台を固定する。あ、なるほど。俺はこんな人持ってたじゃん、はいはい、いや、もう大さんの好きなようで構いません。これは結構きついんだよ。なるほど。だからこう土台ね、でもさっきよりもなんか大ちゃんちょっと上手くなった気がします。なんか横で見てて。いや、一緒。もう鼻水出てきたよ。行くぞ。またもうサクサクでサクサク。下に行っちゃった。それはあのもう一回ここから切っていただければ。下げていただいて、下げて、はい、ああこれでもう、はい、大丈夫です。いやー、なるほど、角度大事ね。いやー、気持ちいいぞ。はい、ほらもうこれでほらもう後ろもほら。まだパネル残ってる。ここか。ここか。ちょっと俺に持たせろ、俺に。はい。おい、はい。どうじゃ、切れましたね。切れるね。ほら、開放的でいいね。これはちょっと癖になるな。だいたいほら見てみる。俺が切ったとこはさ、まあ、適当にこんな風になってるわけや。ほら、ね、失敗したりとかね。本当だってこれ本ちゃんで、じゃあ局面になってからさ、本当俺これ切らないといけなかったんだけども、これずるしてまっすぐ切っちゃったわけよ。じゃあプロにさ、これ局面をスーッと切れるのかどうかをやってもらおうか。はい。
言ってるわけよ、さあ、ほら、まあ、こんなんなってるぞ、ほら、練習用がほら、まあ、これで本ちゃんもやってこうなったらどうすんだよ、お前、元に戻んないぞ、お前、俺、だからうまい方なんだ、な、俺、結構うまい方だよな。言葉でねっす。しかし今ここギリギリだったんですからね。これこう斜めになったもんな、ちょっとここからちょっと、いや、もうあの内側に倒されると思わなかったので、ここ水平に行ってくれるかなと思ったんですけど、ここ内側になってるわ。だって毛垣線がかなりギリギリで、ギリギリだ、ね、寸法取りの、それ内側まで考えてないもんな。ちょっとここ切ってみようよ。どこですか。いや、それ勘弁して。どこ切るって言ってるんですか。これがついてるとさ、オープンからパンチしないじゃん。窓枠ですか。ここ切ったらスキッとなるよ。これまだ作り込みをしないといけないんで。あ、ダメなのこれ。はい、今日は楽しかったね。やっぱりね、たまにはね、ビデオオプションも楽しい仕事持ってくるんじゃないかよ。おじさん君見ててどう感想、僕の仕事ぶりは。いや、もう完璧ですけど。完璧だろ。もう見てるだけで、ね、手に汗かくってこのことだなと思って、ね、まあ、ちょっとあ、切らんとちょっと失敗がちなんですけども、いや、大丈夫です。大丈夫だよね。第三に切ってもらった20ソアラのオープンで早くデビューしたいと思いますので。これもう俺の保証付きだからね。これもオーナーはいいよ。しかしね、ボデーね、俺切ってみて私の感想を言えば、ボデーは生き物。エンジンなくたってボデーだけになっても車生きてる。これは君忘れちゃね、本当のね、海外にはなれませんね。そろそろ車検も切れて、どうしようかなと思う車は、まあ、バンパー好きなように切ってオープンにして、ね、どうしてもできないときは押田君のところに持ってきて、あとやってって言えばね、あの安くやってくれるよ。ね、いや、これまだこれからあの、ね、ちゃんと作り込んで構造変更までするんで、うん、そうなんだ。まあ、これも完成したらさ、どうせナンバー取って、はい、ね、誰かに売る前、俺が作ってみたもんだから、半分は。まず一応最初の試乗は俺にやらせる。あ、はい、わかりました。ね、まあ来年いっぱい買える ね、まあ、待つ。もう俺がまた再来年ぐらいまで命があったらまたお会いしましょう。今日はどうもご苦労さんでした。